よし、覚えたから俺エアーするわ。うん、偉い偉い。喜んでるね。よかったね。よかったね、今朝から。ね。ね。ほんと。どこ行った？どこ行った？お肉あんだけどな。最高。今ケバブ食べてたら、ハトが反応しに来た。痩せてるこの子。うん、食え食え食え。なんか耳みたいに逃げるな。どっか行っちゃった。まだ落ちてんのに。うん。頑張って生きてくれ。うん、かわいい。ちょっと痩せてるからな。ミミ、よかったね、今日も。あの、お友達来て。大型犬と小型犬、愛し合ってます。めっちゃ舌入れてくるじゃん。ミミ、楽しいの、うん、反応速度がすごいね。うん、遊んでもらって。パパッとライスとご飯仕掛けとこ。来るから。来た。なんか匂うから。気づいてない、気づいてない。ご飯があることに、ここにね、米がついてるのに気づいてない。気づくか。お鼻クンクンしてんのに、ね、気づいてない。なんで気づかないの。ほら、あそこにあるよ。あるのに気づいてない。あ、気づくか。全然気づいてない。ミミ、ほら、これなんか匂うのに、あれ、見つけた。見つけちゃいました。見つけましたね。反対から食べてさ、反対から。これ美味しい。はい、お米3粒ぐらい見つけて食べました。ミミは寝てたんですよ。こら。持っていくな。うん、おしまい。グリグリしないで。はい、ちょっと噛むな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 。ここにもお米。違う違う違う。そう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 。はい、もういい。はい、おしまい。はい、満足です。夜のお散歩行こうかな。で、君は何をしてたかというと、ずっとここカミカミしてたら、また続けんの？今散歩行く？それがやりたいの。散歩行きますか？行く？ずっとチュパチュパしてたみたいです。じゃあ行こっか散歩。行きたい？おって。おって。それだ。ドハマりしてこれがいいみたい。昔の名残です。お母さんのおっぱい飲んで、足でふみふみして。父を出そうとしてるんですよね。ねえ、子供じゃん。落ち着くみたい。散歩行かないの？一応散歩の準備だけするそぶりをして、海が行くなら行こう。よいしょ。あ、行く？散歩行く？悩んでるね。どっちにしよっかなって。みーちゃん、じゃあハウスして。うん、行くっぽいです。じゃあ行こっか。デカドル、ちょっと連れて行ってきまーす。準備するね。こっち来て。チカチカ、うん、こっちこっち。こっちこっち。おいで。はい、こっち来てください。はい。こっちよ。はい、こう。はい、おいで。よいしょ。しぶしぶ来ました。で、これをつけた瞬間、どうやね。あの、カバンの中入りそう。あ、そっち行ったけど。よし。ちょっと待ってね。外出たらテンション上がってます。散歩も好きなんで、夜の人が少ないところに人っ走り運動行ってきます。はい、よしっこしっこ。いや、今なんか急に左手を上げて立ち止まったと思ったら、熱球の間にゴミが挟まってました。気になってたみたい。これで危ない、危ない、危ない。よし、行こう。あっちが帰り道で、
帰りたくないっつってベタンってへばりつきました。床とお腹くっついちゃったね。海帰ろうよ。今ね30分弱散歩して、もうちょっと散歩したいみたい。帰ろう。ダメ？よし、行こう。ダメか。行かねえっつってます。もうじゃあこっちから。はい、こっちおいで。はい、家に直接帰るの嫌な夢でした。ちょっと寄り道して帰ります。走る。何ちゅうポーズしてんのに。お風呂入ってくるよ。お風呂入ろうとしたら、こうやってました。どうなってんのこれ。どうなってんの。しんどくないな、それ。ちょっと、そんなし、苦しそうだから、もうちょっと広く。そっちの方が楽そうで。今日の寝る前の耳、遊びたいの。寝るか。寝すぎ。足がすごい綺麗な足してるわ。ねえ、うん。遊びたいの。ねえ。だだこねるな。こんな感じで寝るときよく邪魔されます。おはよう、ゆいちゃん。どこも行かねえよ。おはようございます、ふみちゃんです。なんで入ってったの。ふみ、ちょっと電話で聞くよ。さあ、血液検査の結果が出たので、ちょっと先生に連絡してね。通話になるんですけど、いろいろふみの話伺おうと思います。何も問題ないといいですか。行って行こう。で、その前にふみがあそこでうんちをした。ふみちゃん、うんちはみ出てる。掃除してくるね。ふみ、確認するよ。はい、病院です。あ、こんにちは、です。はい、こんにちは。あの、忙しいところすいません。ちょっと以前、はい、耳の血液検査をして、その結果のお電話いただいてたんで。はい、はい、はい、お願いします。はい、ワンちゃんの音が聞こえて反応しちゃうね。どっか行った。隠れてんの。ちょっと今一応不在なので、はい、代わりにお答えするんですけど。あ、はい、お願いします。ミミちゃんの問題なかったですね。あ、そうですか、ありがとうございます。はい、次回いらっしゃる予定とかって近々ありましたっけ。今予定はないですけども、はい、またワンちゃんなしで僕だけで伺っても問題ないですかね。そうですね、あの結果はもう印刷はしてあるので。あ、はい、でもお渡しできますので。はい、まあ、次回来たあのミミちゃん連れてくる時でもいいですし、はい、資格取った時とかに資料時間中でしたら、はい、わかりました。ちなみにその問題がないっていうのはどの部分で問題がなかった感じですかね。測った項目としては、はい、体の栄養状態、はい、肝機能、あとコレステロールだったり、はい、あとはオーダーの指標であるあのビルビン、はい、あとは血糖値、腎臓の値、はい、あとはカルシウム、電解質、はい、その他にも赤血球、白血球、血小板だとか、あとは炎症のタンパクを調べてるんですけど、はい、全て問題なかったですね。あ、そうですか、わかりました。はい、ありがとうございます。今後なんか気をつけておいた方がいいところとかって今のところ別に何もない状態ですかね。あ、特に何もないですね。あ、大丈夫です。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、じゃあお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、失礼します。はい、失礼します。はい、ミミちゃん元気でした。ってことで、ミミの
この黒い皮膚も多分視聴者の方からもちょっとねアドバイスとかもらったりして、日焼けです。片側日焼けしてて、あそこでよく日向ぼっこするんですよ。今日雨なんであんまり太陽がないですけど、目元気だったよ、よかったね、問題なし。以前倒れた時は白血球の数値が異常っていうことでおかしな数値が出てたんですけど、それも問題なく無事元気でした。よかった、ご心配おかけしました。まあただ気になるところはね結構あるんですけど、その数値以外の部分で喉の細さ、血管じゃなくてなんて言うんだっけな、ど忘れしちゃった、気管だ、気管が細かったりしてよく咳込んだりしがちなんで、こんにちはということで耳ご褒美あげよう。まあまた結果は取りに行ってきます。よく数値も見てみよう。ガム食べる？昨日はちょっと疲れすぎちゃうか、歯磨きできてなかったんで昨日ガム食べてないんですよね。なんであげようと思います。さあ、ミミちゃんガム食べよう。よいしょ、ミミスーパー元気。はい、座ってよ、うん、はい、血液検査よく頑張りました。検査してよかった、これでひとまずは安心です。一応何も問題ない。まあもっと細かいね精密検査とかしたら何か出てくる可能性はあるんですけど、そんな全身麻酔とかして負荷かけるような状態ではないんで、一応今現状できる検査は全てクリアっていう感じかな。美味しい？朝ごはん食べて鼻が濡れてるはい、ということでよかったです。検査結果はまた後ほど僕一人で取りに行こうと思います。皆さんもご心配ありがとうございました。元気です。